最近見た中でニューエンパイアの釣りにテンション上がった。ようこそレビューラボへ、バッタモンだ。とんでもない情報が公開されたぞ。もうすっかり誰の記憶からも抜け落ちてるかもしれないが、2023年に公開された問題作プー悪魔のクマさん、予算10万ドルに対して500万ドル近い収益を上げた大ヒット映画な。その続編が3月26日から本国で公開されるんだが、日本はどうなんだろう。まあそんなプーから始まったシリーズ、なんとユニバース化の計画があるらしい。原作の著作権が切れ、パブリックドメインとなったクラシックキャラクターをホラー化し共演させる。その名もプーニバースモンスターズアッセンブル、2025年 US 公開予定。おい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 、マジか、超楽しみなんだけど。見てくれよこのポスター、すげえかっこいいよな。ハイクオリティなジャケットに低クオリティな本編、これぞ B 級、いや C 級の真骨頂、たまんねえ。細かいところは後でズームしながら見ていこうと思う。プーニバースについてプロデューサーのリース・フレイク・ウォーターフィールドは、アベンジャーズやフレディ VS ジェイソンに影響を受けると語っており、このロゴからもがっつり寄せているのがよくわかる。もうお構いなしだ。そして公開予定のタイトルには、またしても誰もがよく知るあのキャラクターたちの名前が。ピーターパン、ピノキオ、バンビー。ああ、一個ずつ見ていくとしよう。まずはピーターパン、サブタイトルはネバーランドの悪夢。まあピーターはだいぶ残酷だしな。フック船長の腕を切り落としてワニに食わせたのもただの遊びとか言ってるし、合ってる合ってる。次にピノキオ、サブタイトルを直訳すると貼られてないって意味になるから、こう糸の切れたピノキオが自由になってとか、そんな感じだろう。あ、ちなみに原作のクリケットはピノキオが投げたハンマーの下敷きになって死んでる。これも合ってる。最後はバンビ、サブタイトルは直訳で計算とかなんだけど、これはちょっとよくわからないな。まあ多分母親を人間に殺されて復讐しに来る小鹿とか、そんな内容になりそう。現状での参戦予定キャラクターは、クマのプーさんからプー、ピグレット、ん？ピグレット死ななかったっけ？ホラー映画らしく蘇るのか？まあいい。そしてティガー、オール、ラビット。ピーターパンからはピーター、ティンカーベル、フック船長。ピノキオからピノキオとクリケット。バンビからはバンビ。さらに詳細は不明だが、不思議の国のアリスからマッドハッター。眠れる森の美女から眠り姫が何かしらの形で参戦するとのこと。まあシビルウォーでいうところのブラックパンサーとかスパイダーマンポジションだろうな。先に顔を出しておいて後から単独作品へ。じゃあそんなポスターを細かく見ていこう。まず中央で荒ぶってるのがバンビとそれに乗っかってるプー、両脇にはピグレットとティガーが構える。よく見るとピグレットの頭に傷があるな。一作目でハンマーで叩かれた部分だ。やっぱ蘇るのか。その後方にマッドハッターとピノキオで、ピノキオの目をよく見てみるとコオロギの姿が、クリケットだな。その上には分かりやすくウサギのラビット、横にはオールと、プーのキャラが多く描かれていてユニバースの中心であることがよくわかる。横にデカデカと映ってるこいつが誰かわかんないんだよ。フック船長かと思ったが、それらしいやつは下にいた。でそのまま下段を見ていくとゾンビのような女が、これが眠り姫かな。横の墓石にはウェンディって書いてあるけど、まあそうなると上にいる調子アプリ持ってる女がティンクか。何キャラか分かる人コメントで教えてくれ。で墓石で言うと一番奥にはクリストファーって書かれてるんだよな。ちょっとここにプーとのわずかな絆を感じて好き。手前の方には XANA、 これは何だか分からなかった。今後の計画としてはそれぞれの作品にクロスオーバーを示唆するイースターエッグを用意し、最終的なアッセンブルではモンスターたちが一堂に会し力を合わせて世界を征服する物語となる。だが中にはソリの合わない連中もいて、そいつらはお互いに殺し合うからモンスター同士の対決も見られるとのことだ。そしてこの作品は歪んだ子供時代ユニバースという壮大な映画企画の一部になるらしい。予算も相当増えたらしく、プロデューサーのリースは完全に大量殺戮になるでしょう。ヴィランたちが集結し生き残った人々を追いかけるホラー映画をぜひ見たいと思っています。こう語ったそうだ。イカれてるし節操なくて好き。あ、何かの間違いでミッキーのホラーも合流しないかな。絶対気が合うでしょう。さてここまでプーニバースの話をしてきたわけだが、映画をよく見る人だったら似たような計画があったのを覚えているだろうか。その名もダークユニバース。この企画は今からちょうど10年前の2014年に始まった。当時はアベンジャーズのヒットに続こうと大作映画のクロスオーバーが増え始めた時期なわけだが、ユニバーサルピクチャーズも例外ではない。ミイラ、ドラキュラ、フランケンシュタイン、透明人間、半魚人といったユニバーサルのクラシックモンスターたちをリブートし、その世界観を共有、クロスオーバーやスピンオフ展開していこうというもの。
第1作目として公開されたのはトム・クルーズ主演によるザ・マミー呪われた砂漠の王女。監督にはトランスフォーマースター・トレックの脚本を担当していたアレックス・カーツマン。脚本にはミッション・インポッシブル・スパイダーマンのデビッド・コープと近年のミッション・インポッシブルシリーズを手掛けてきたクリストファー・マッカリー。音楽には俺が大好きなブライアン・タイラー。さらにさらにニック・フューリー的なポジションにラッセル・クロウを起用。気合を入れまくって公開されたこの映画は興行的に失敗に終わり、ボロクソに酷評されて中枢メンバーが降板。ダークユニバースという計画も消滅し、ひっそりと終わっていった。まあ失敗といっても全世界合計で4億ドルは超えてるんだけどな。国内で8000万止まりなのが至れなんだろう。主な批判としてはユニバース構造のための要素が物語を分かりづらくしているといういつものパターンと、まあこんな感じで似たような失敗例があるわけだが、プーニバースの圧倒的な強みはひっそりとちゃっかりと低予算でバンバン作って勢い任せに展開できること。それでいて注目度だけはそれなりに高い。てかそもそも面白くはないし、言っちゃうけど前作もひどかったんだから劇場に行くほどのものじゃないのよ。でも見ちゃうけどね。中身はもはやどうでもいい。その発想だけで面白い。やったもの勝ちとはまさにこのこと。ただね、やっぱり知名度的に批判は多いよね。ウォルトが泣くぞとか、その辺は結構勘違いされがちなんだけど、ディズニー版をホラーにしたわけではないからね。なんならウォルト・ディズニーのキャラでもないし、全員。プーはアラン・ミルン、ピーター・パンはジェームズ・マシュー・バリー、ピノキオはカルロ・コ・ローディ、バンビはフェリクス・ザルテン、不思議の国のアリスはルイス・キャロル、眠れる森の美女はシャルル・ペローとかグリム兄弟とか、この人たちは泣いていいと思う。確かに、ほとんどの人がイメージするのがディズニー版なのは仕方がない。それほどの影響力を持ってるから。例えばここで、プーさんといえばって聞いたら、赤いジャケットの黄色のクマを思い浮かべるだろう。原作は黄色のマッパだからな。プーニバースには、できるだけディズニー版とはかけ離れた方に行ってほしいんだよね。前作はちょっと服装を寄せちゃってたから。だんだん規模が大きくなっていろいろ言われないように気をつけてほしい。あくまでも原作のキャラクターをホラー化しましたよーって言い逃れができるように。そういう大胆アレンジ自体はこれまでもあったんだから。有名じゃないだけで赤ずきんのホラーとか結構好きなんだけどな。何にしても俺は楽しみだ。みんなの意見を聞かせてくれ。ではまた会おう。